夜食の時間。夜食今日はね、晩夜ママにうなぎ食べて、残しといたうなぎ夜食に食べるのね、いいね。晩夜ママもうなぎ、夜食もうなぎね。ね、これ今ねチンしたのね。でね、俺たち貧乏人はこの菌あればいっぱいまま食えますね。あれこうね、ご飯さかけますね。でね、これ乗せますね。で、この上にもう一回タレ粉かけますね。でね、山椒ね。でね、お味噌汁もあったので、お味噌汁も食べますね。これで漬物こうあればいいんだけどな。それからね、夜食いただきますね。ね、パゲマあんま見れない人見れば「おおマスター夜食さ何食ってろすげえな」ってな「裕福なんだべな」って思われるかもしれないけどね、パゲマンマのうなぎを一切れ残したのはですね、一通ワンさんにいただいたやつ。ね、さっきバゲマンマのねコメントでもね「みんないいな」とか書いてたけどね、本当はさ一切れ明日の晩夜ママにするかなと思ったんだけど、米もあるしどうしても食べてくてさ、最近さあまり夜食食べないんだ。うんね、でも冷蔵庫さ残ってあるの見たきゃどうしても食べたくなった。夕方も美味しい、バゲマンマも美味しかったけど夜食のまんまも美味しい。今日は動画3連チャンだね。あ、一切れになってしまった。でもご飯粒にはタレがいっぱいかかっているので。なんぼでも食べれますね。いつもよりこうね茶碗をこうね美味しかった。夜食なんて今期で十分。バゲママとも喋った通り、残したタレはサバがサンマフライパンで焼いてこれかけて美味しいんだ。ごちそうさまでした。宿どれもうお客さんいないし、若店でうろうろして帰りますの。ごちそうさまでした。